どうもこんにちは、そうやです。さあ、私は今どこにいるでしょう。なんかいつもとちょっと風景が違いますね。なんかこの鉄板の感じすごい懐かしいと思いませんか。はい、というわけで、ついに私のガレージが今回完成しました。イエーイ。今回建てたガレージはですね、最初に建てた旧ガレージと同様、稲葉ガレージを今回建てました。で、今回の動画はですね、この稲葉ガレージの紹介とどういう風に建てたのか、あと、まあ、総額とか費用の関係のところもですね、ざざっと紹介していきたいと思います。というわけで、室内の方をちょっとざっと見ていただきたいと思います。というわけでカメラを移動、よいしょ。はい、はい、今ですね、こっちにビートが止まっておりますが、前回の稲葉ガレージはですね、 GR3157 っていう、横幅が 3.1m、 奥行きが 5.7m のガレージを、使ってたんですけど、今回建てたのはですね、GR3657H2 っていうやつを建てました。稲葉のガレーディアは型式でサイズが分かるんですごい分かりやすいんですけど、GR はガレーディアで、36は横幅、57は奥行きになります。奥行きはですね、前と一緒なんですけど、横幅がですね 3.6m あります。しかも今回 H2 なんで、ハイルーフタイプの2連灯になります。というわけで、横幅が 3.6m×2、 合計で 7.2m のガレージになります。本当はね、床を塗ってから車を入れたかったんですけど、今ビートが、雨漏りしててだいぶカビが生えてるんで今回ちょっと避難させておりますが、ビート自体はね、結構小さい車なんで、やっぱガレージを広く使えることができるんですけど、でもこのカメラそんなに画角も広くないんですけど、ビートすっぽりと収まってますね。ちょっとこれだけじゃ分かりにくいんで、別のアングルからも見てみましょうか。はい、外から見た感じはこんな感じです。やっぱ横幅 3m100 のモデルに比べたら相当広いですよね。はい、ではせっかくビートが入ってるんで、まあ、大きさ的にね、どれくらいちょっと、余裕があるのかを、私の体で判断していきましょう。まず壁際から、これだけ余裕があります。大方 1m あるかないかぐらいですかね。相当余裕ありますよ。ドアもがっつり開けて乗り降りできますから、これすごいですね。やっぱ広さは正義で、反対側、こちら正面のシャッターの部分しか柱がないんで、中は柱なしの状態です。だからすごく広いですね。広い、いや広いわ。じゃあ今度は奥行ってみましょう。はい、今度は奥行きです。まあ、ビート軽自動車で、しかも旧規格なんで、すごくちっちゃいと思います。奥行きはですね、以前私が使ってた、旧ガレージと奥行き一緒なんで、まあ、よろしければ昔の動画をね、参考にしていただけたらと思います。まあ、だいたい奥に作業台を置いたとして、1、うん、で、人1人分でこんぐらいですかね。だからこうやって作業する感じになるのかな。 Z の場合だったらここまで来るんで、すごいギリギリです。だけど今回はまあ横があるんでいいかなっていう感じで、結構広く場所を取って作業ができそうな感じです。はい、それでは、今回ですね、このガレージを建てるときに、まあ、もちろん業者さんにちょっと注文して建ててもらったんですけど、このガレージでの変更点を、ちょっとご説明したいと思います。まずですね、ブレーカーをガレージの中に、設置するようにしました。まあ、これは当然っちゃ当然ですよね。バーンって落ちちゃった時に、わざわざ家の中に戻って電源復帰させるのもめんどくさいんで、ガレージの中に、設置してもらいました。で、2点目がですね、今回換気扇をつけておりません。その理由がですね、あの換気扇を前つけてたんですけど、ほとんど使わなかったんです。もうつける時といえば、ガレージのシャッターを開放して換気をするためか、エンジンかけてその排気ガスを外に逃がす時、そんぐらいしか使わなかったんですよ。ガレージのシャッター閉めて湿気を抜く時に換気扇をつけて、湿気がたまらないように換気をするっていうのを、結構イメージしている方いると思うんですけど、以前の動画でもちょっとあの説明したんですが、換気扇を回しっぱなしで放置しておくとですね、逆に湿気がシャッターの下から入ってくるんで、ガレージの中がすごい湿っちゃうんですね。で、逆効果になるんで、私それを知ってから、もう換気扇はシャッター閉めるときつけてなかったんです。で、気づけばもうよっぽどのことがない限り
換気扇つけることなかったんで、もう今回いらないかなと。ただでさえシャッターがね2つあって風が普通に入ってくるんで、もう今回はいらないかなと思って換気扇を今回省いております。ここからはちょっと手持ちでやっていくんですけど、ですね、以前シャッターケースつけた方がいいなって言ってたんですけど、シャッターケースはね相変わらずついておりません。こっちもですね、はい、こっちもシャッターケースはついておりません。費用削減です。というのは半分嘘なんですけど、ちょっとねやりたいことがあるんで今回はシャッターケースつけておりません。まあ最悪自分でね、木の板買ってきて適当にくっつけたらいいかなと思っております。まあ、シャッターケースは水跳ね防止みたいな感じなんで、まあカバーができたらいいかなって感じです。そうそう、シャッターもね大きくなったんですよ。やっぱ横幅に合わせてねシャッターも大きくなるんで結構重たくなるかなって思ったんですけど、シャッターはねやっぱ新品だからか結構軽いですね。片手で上がります。この点はねちょっとびっくりしました。あとはですね、コンセントとかの電源はもう上からぶら下げてもらってます。特に配線処理とかはしてもらってないです。これはまた後日、壁を張った時にやる予定なのでこういう感じにしております。で、天井はですね、まあ GR3657H2 っていうハイルーフタイプなんで、天井はですね結構高いんですけど、実は今回、高ギソ仕様になっております。前回は普通の、ベタギソで基礎の高さも普通だったんですけど、今回はですねちょっと土地の関係で高ギソ仕様になっておりますんで、普通のハイルーフタイプに比べてちょっと天井が高いです。だいたい10センチぐらい高いんかな。だから前より空間がですねすごく広く感じられます。でも基本的な骨格というか構造はですね、以前使ってた稲葉ガレージと一緒ですね。だからほとんどいじり方も変わらないと思います。変わったといったらこの真ん中のね、柱がついたぐらいですかね。あと建て方のところで1個あ変わってるなって思ったのがですね、ありますか、こうシーリングしてくれてるんですよ。お願いした業者さんは、まあ、前回建てたガレージと一緒なんですけど、今回はこの基礎と上物のこのガレージの間にシーリングしてくれてます。だから外から水入ってくることはないですね。基本的にこれ水切り板ってやつが入ってるらしくて、別にシーリングしてなくても水は入ってこないんですけど、それでもちゃんとそういうとこも考えて仕上げてくれてます。これ前回とちょっと違うんですけど、あ、ちょっと嬉しいなと思いました。はい、というわけで、まあ、こんなところですかね。詳しいやつは私の昔の動画見てください。そしたらあの稲葉ガレージの、ことをできるだけ詳しく伝えているつもりです。私のあのこの YouTuber としての動画投稿一発目の動画なんで今とは全然違うと思うんですけど、まあ、少しでもその具合が伝わっていれば幸いです。はい、では続いて今回このガレージにかかった、金額やらをちょっと伝えていきたいと思います。このガレージを、建てた総工費、総額ですね、初っ端からざっくりいきたいと思います。このガレージを建てた金額は260万円です。いや、たっけーなー。やっぱ2年棟とかになってくるとこんぐらいするんですね。前建てた GR3157 の1棟ガレージが80万円だったんですけど、あらかじめちょっと説明をし忘れていたんですけど、その時一緒 の、 この横並びになってる家の別の作業をですねお願いしてたんで、多分そんだけ安くしてくれてたんですけど、今回、建てたこの2連棟ガレージの上物の金額、この稲葉ガレージだけの金額でしたら100万円程度なんです。だけどやっぱり値段が張るのが基礎なんですよ。基礎に関してはやっぱり面積が広がれば広がるほどかなり値段が上がります。一つ言われたのが、柱が増えれば増えるほど基礎の値段は上がるよって言われたんですね。最初は稲葉ガレージのブローディアっていう真ん中に柱がない、もう1棟ガレージでこんぐらいの大きさのやつがあるんですけど、そちらを一回検討したんですね。だけど今度はブローディアの上物の方が高くてですね、あの基礎の方はちょっと安くなったんですけど、ね、金額が削れるってわけじゃなくてはるかに上の方行っちゃったんで、今回は稲葉ガレージのガレリアを2連棟にしました。ちなみにこの金額には、建築確認などを取っている金額も、しっかりと入っております。だからまあ大体1棟あたり120万からまあ130万ぐらいで建てれるんじゃないかなという感じです。実は3連棟にする時の金額も取りました。その時の見積もりの内容はですね、稲葉じゃなくて宅房ガレージの横幅が3メーターぐらいの3連棟で、奥行きが6メーター以下のやつ、これを建てた場合で330万円でした。これもちゃんと見学取って見積もりを取った状態ですね。だからやっぱり1棟あたり120万くらいはかかるんじゃないかなという感じです。
前の80万はちょっと安すぎですね。まあおそらく税金上がる前だったっていうのと、まあ、施工業者さんがかなり頑張ってくれたんかなと、今ちょっと感謝の心でいっぱいです。まあ、今回もね、同じ施工業者さんでちょっとやってもらったんで、結構いろいろと気を使っていただいてですね、すごくいいガレージを建てていただくことができました。はい、というわけで今後はですね、このガレージをまたいろいろと作り直していきたいと思います。最初にですね、壁を張って、で床を塗って、旧ガレージから物を持ってくるのと、あと Z をこちらに迎え入れられるように、これからいろいろと準備をしていきたいと思います。はい、というわけで、今回から私の新しいガレージ生活をスタートさせることができました。前のガレージもね、2年ぐらいしか経ってないんですけど、まさかこんなことになるとは思わなかったんでね。それでもあのガレージ使い始めて、やっぱり広いガレージ欲しいなと思うことが結構あったんで、以前よりも大きなガレージを建てることができたんで、いや今すごく充実しております。今後はですね、私のこのガレージライフの動画と、あと PRS 叩きさんの動画、この2つで、やっていきたいと思いますので、よろしければ皆さんまたご覧いただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして皆さん、これからもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。